アンドモア株式会社は日本の外食チェーンストア。東京都港区に本社を置く。完全個室居酒屋と飲食店を竹取五店など多数の店名で374店に営業する。宴会を主眼とする個室居酒屋のほか、料理人や芸能人と協業する。西洋レストランシステムズ株式会社から買収したファミリーレストランカーサや焼き鳥釜飯飯。 強風ラーメン糸車なども営業する。社名は、お客様も働く仲間も、もっとワクワクするようなビジネスを作るに由来する。アンドモは株式会社、もっとワクワク心に残る素敵な体験を食を通して、人と人とをつなげるアンドモは株式会社。川中商事、飲食業界の常識に縛られたら新しいものは、生まれない。自分たちで、常識を作ろう。 若の浜、村上正治、薬師寺安江北海道4、岩手2、福島1、宮城5、山形3、秋田1、東京58、神奈川20、埼玉10、千葉5、茨城2、群馬3、愛知21、三重3、岐阜3、山梨4、長野2、静岡12、石川7、富山4、福井1、新潟4、大阪84、兵庫23、奈良2、 京都12、滋賀三、香川三、愛媛4、広島7、岡山三、福岡8、大部1、宮崎1、熊本三、鹿児島ドもは株式会社川中商事2011から2014年にかけて川中商事が経営する飲食店の神奈川県川崎市、兵庫県姫路市、宮城県仙台市の各1店舗で 計3件の食中毒事件が発生し、3件ともに、該当店舗は3日間の営業停止処分となった。経営体制刷新後、それまでなかったウェブサイトを開設し、店舗の指導体制を整備して、指導人材を増強した。川崎くすな2丁目の飲食店、川崎古質物語だ,りだけ取り子店を利用した20から70代の男女、計21人が下痢、嘔吐、 発熱など食中毒症状を訴えた。保健所の検査で患者便からノロウイルスが検出され、20日から22日まで3日間の営業停止とした。計13人が医療機関を受診したが、いずれも解放に向かっている。22日に姫路市、駅前町の居酒屋、竹取り御店姫路店で飲食した21から65歳の男女28人が、 ゲリアオートなど食中毒症状を発症した。二人からノロウイルスが検出されて同店の食中毒と断定した。入院者はおらず全員が解放に向かっている。市保健所は食品衛生法に基づき24日まで3日間の営業停止処分にした。仙台市青葉区中央の和食個室の時計の町に夢が咲く仙台駅前店で食事した客31人が 食中毒の症状を訴え、6人が医療機関で治療を受けた。店は3日間の営業停止とされた。従業員の瓶からもノロウイルスが検出された。2012年3月25日午前5時56分に、川中昭治が経営する居酒屋、桜桜新小岩店で火災が発生して間もなく、消し止められたものの、消火の過程でビル内に入居するパチンコ店が、 水浸しとなり、遊戯台や設備などが使用不能となった。消火活動により事故の影響を被ったパチンコ店は約2億4000万円の損害賠償を請求した。同店舗は消火栓の扉が開かない状態であったと火災後の調査で確認され、消火栓が使用できずに消火遅延の原因になった可能性がある。 ビルオーナーは、同店舗の内装工事完了後に内覧した際は、問題なかったはずだと取材に語ったが、実際は、床の段差により、消火栓扉が開かない状態であった。ファースト、ステージ、プライベートフーズ関西、プライベート、フーズイースト、新未来フードサービス、4C、ダイニング、レーテスト、フードサービス、桜第一商事全社ともに、アンドモアを、存続会社として、 吸収合併されて消滅した。ありがとうございます。